こんにちは、りょうです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこの車のエアコンの真空引きっていう言葉しようと思うようです。それでいってみるか。まずはこのポンプにオイルバー入れるところからのスタートになりました。この青いキャップバー外します。で、外したら付属のオイルバー懇願感じで入れていきます。で、分量はこんくらい、満タンに近い状態入れました。そして今度、蓋閉めて、今度また別の青いちっちゃいキャップバー外した状態で、30秒測るとですけど、今度は、スイッチバー押して作動させた状態で30秒測ります。で、終わったら今度蓋ば閉めて1分間放置。1分間放置したら、再確認、分量が適正値に入っとるかっていうとは確認してからの、次の作業になります。次、ポンプ側の、オイル補充が終わった件が、ここから、作業、準備、ば、していこうと思いよっとけど、一応ね、説明書っていうとは入っとったけど、これの組み付け方、組み上げ方なんか全く、ノットランやった件が、とりあえず、見下ろす人、一緒にね、作業場できたらなと思うようです。自分も今この段階初めて見ようです。で、何がどうなってるのか全くわからん状態で、これちょっと残念やったとか、開けたらもう中ねバラバラな状態、他のところにちゃんと収まっとらん状態やったです。次、これば、ちょっと合体して接合していこうかなって思うようです。まあ、見た感じ、色がね、ホースの色とこの色がある件が、その通りでいけばよかかなっては思うようです。まずこのキャップは外していく感じ、ここに合体していくかなと。で、合体するのがこのホースで、ホースはよう見たらこっちがこうまっすぐストレートタイプ、そしてこっちが曲がっとるやつ、おそらくこっちのまっすぐのストレートの方がこっちに合体するんじゃないかなと思うようです。次にまずつけていくですね。ここでまあ大事カートがしっかり、取り付けるっていうやつですね。力強く。で、なるべくやっぱり力が入りやすくしっかりするのであれば、手袋はしとった方がよかです。手袋しただけで力がものすごく入りやすくなんですもんね。で、こんな感じで。しました。で、あとはこの反対側は、車に、取り付ける、それとポンプで、ガスバー注入する時のガス、その3つかなと。で、車に取り付けるにあたって、このままでは取り付かんけんが、これは取り付けます。これもそのまま色の通りでよかかなと。青は青、そして赤、
いろんなあのレビュー口コミば見よったら、あのこの辺のあのかしめ作りが弱いとか漏れるとかあるけんが、ここば増し締めする人もおるごたですね。しっかりこれでとりあえず準備完了。これから、車に合体して真空引きっていうとばやってみようかなと思うようです。まだまだちょっと忘れのあったですね、これに取り付けるフック、これはつけます。こんな感じのハンガーみたいなね。でこれはくる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 と、これはそんな締め付ける必要はなかかなと。でこれはね、ここに引っ掛けます。なかったら適当にどっかね、穴がある件が引っ掛けてもらって、そしてまた一個接合するとば忘れとったとが、これこの黄色はこの真空ポンプの方に取り付けばします。次はあの車側にホースば取り付けていくです。でこれがあのちょっとキャップの中けんね、キャップをなくしてしまって、あのちょっと分かりにくかったですけど、ハイとローっていう、まあ、配管があるですもんね。でこれだけはまあ間違えんごとせんばですね。分かる人は、まあ、キャップがなくしてもどこに行っとるかでちょっと分かるとですけど、ちょっと外してみるですね。キャップば外したらロー、こんな感じでローのね L マーク、そして反対側はあのハイの H っていうマークがついとですもんね。でここにこれ青と赤ば取り付けていくですね。まあ馴染みのある色っていうかね、あの分かりやすい色、ローが青、まあ、コールドみたいなイメージかな、冷たい。でこれ取り付け方がね、キュッて押すだけです。この配管に対してこれは何も動かす必要はなかです。押すだけです。ギュッと押します。押したらカチンってなんですもんね。で今度外すときはどがんするかって言ったら、これば手前に引きます。この青色ね、これが動くことなんです。取り付いたらこれがギュッて、青がキュッていくことなんです。取り付けます。カチン。そして反対の赤色ハイの方もカチッと。でちなみにじゃあ間違う場合どがんなるかというとはちょっとやってみますね。はい、引っ張って抜きます。引っ張って抜きます。反対側これね、やってみたら分かるとですけど、パッと見ね一緒に見るパッてが、実は形状サイズ違うです。ちゃんと間違っても取り付かんごとなっとです。でここはまあ安心してよかですね。赤色の方、あちなみにあのこの部分がこっちにこういっとらんやつもあるですもんね。そこの時はここは引っ張りながら押すっていう、引っ張りながら取り付けるっていうやつは千葉です。でしっかり取り付いたかどうかを確認、軽く引っ張ってみます。こ
こじゃなくてね、こっち手前で引っ張ってみる。で、これで、よし、OK。で、ここで、あとは、電源をオンにするだけですもんね。で、ここで、時間が重要になってくるんです。時間が、だいたい、まあ、5分、10分、15分って、いろいろ言われようですもんね。で、まあ、抜きすぎっていうとは、結局、もう抜けん状態まで行ったら、そこでもう限界があるけんが、まあ、最大の時間で、まあ、15分ぐらい。まあ、目安にやっとけば、まあ、問題はなかかなって思うです。次、電源バーオンしてみましょうかね。接続で準備ができたら、この2つを開けます。オープン。オープン。そして、ここで初めて真空引きの完全準備ができた件が、電源バーオンにします。で、その前に大事かとが、ここのゲージ。この針がどこにあるかというとば、写真で撮っておくか、目で見て覚える。もしくはメモして、記載しておく。これが大事です。はい。そういき、電源スタートします。そして、時間スタート。電源をオンにして、まあ、直後から、このメーターね、この2つのメーターが、この0の1、0の1より下がっていきます。そして、ポンプの音は、ちょっとうるさめの音。最初に電源を入れて確認した時の音と違って、ゴツ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 作業をしているような、音が出しようです。で、これで真空引きがちゃんとないよるっていうところですね。はい、作業の途中バッテンがですよ、おいが作りよる商品紹介ばしたいと思います。まだ途中のやつもあるとですけど、こんな感じで今作っとです。で、これが何かって言ったら、まあ、主にヘルメット、バイクのヘルメットはかけたりする。ヘルメットハンガーとかホルダーとか、まあ、いうやつですね。ヘルメットはここに、かけて、まあ、ディスプレイ的に、なったりするです。で、下も一応ここには鍵ばかけたりね、することのデクです。もし興味ある人とかおらしたら、インスタグラムの方の DM とかから、連絡ばくれたら、嬉しかですね。15分経ったら次はこの弁を閉めて、そして電源をオフにします。で、これで、5分以上時間場を置いてみます。で、理由がこの今ゲージ、この針が今0より下のマイナスのところにあるとですけど、これを5分以上置いて針が上に上がっていったら、どこからか漏れが生じよるっていうことですね。で、それば確認するために、5分以上ちょっと時間ば置いてみます。今回はとりあえず10分ぐらい置いてみようかなと思うようです。はい、結局タイマーはね、15分したとバッテンが、その間にご飯ば、朝ご飯ば食べに行って、25分ぐらい経ったですかね。もっと経ったかもしれない。で、メーター、こんな感じで。マイナスの状態ですね。ってことは、漏れが、生じてない。しっかりね、真空引きできて、で、何の異常もなかということですね。で、こっから、今度は、
プレッサー、コンプレッサー、ポンプと変えて、エアコンのガスっていうとこに、入れていきます。最後に、確認してね、漏れがないか、最後に確認ばしたら、もう一回電源バーをオンにします。で、一番最初に電源バー入れるときに言った音、それば、まあ、元に音がどう変化したかというとば、確認します。で、音がね、吸い込むときにガガガガガガとか言うたりする、その音と今の現在の音、これがどう違うか。で、音が変わりなかったらまだ真空引きしよるっていうことですね。で、できよらんて、できよらんっていうか、まだ真空引きが必要ってこと。で、音がたまにゴッゴッゴッとかね、豚っ鼻みたいな、そのくらいのレベルやったら、しっかり真空引きができてる。それと、ちょっと手羽置いてみて、振動がね、安定しとる。あと、柔らかいじゃないけど、まあ、振動は多少あるけども、そんな、ひどい音とかひどい揺れがなかったら、もうこれで完了ってことですね。そして完全に、閉めてから、オフにすると、それでやっとエアコンガスを入れていきます。はい、そいぎポンプから外していくですね。付け方、まずこれをこのレバーだけでつくことなっとですもんね。まずこうつけて、で取り付けたらこのレバーをクイッと回す。回したらロックになることですもんね。回してロックで、ロックしたらその段階で、ロックしたらその段階で初めてこっちの上を回します。もちろん針は出したらいかんですよ。回します。完全にギュッと回したらこれで初めて接続した状態になったことはですね。そしてここで初めて、ホースをつないでいきます。はい、これでつなぎ終わりました。つなぎ終わったら初めて今度針、缶に穴を開けていきます。はい、缶に穴が開きました。穴が開いたらもう一回今度は緩めていきます。そして今ガスがホース内に行こうとしようです。で、缶ば握っとったら分かるとですけど、少しだけ温度変化が出てきます、この段階で。で、ここで今度大事なのが、今ホースの中には空気が、酸素が入っとるですね。それは抜いていきます。その抜くとばエアーパージっていうです。空気を、追放するとかいう意味ですね。で、その抜き方で、今このホース内の空気の抜き方、それがこっからです。まだ今これキャップした状態やけんが、このキャップばまず外します。で、ここに、ボタンみたいな押せるとこがあったですけど、これば、指でもよかしマイナスドライバーとかば使って、で、ここで注意点が、自分の方に向けてやらない。言ったら銃を向けられた状態、自分がいない、人がいない状態でここを押す。そしたらこれがガスです。
だいたい1秒から2秒って言われるようですけど、もうほんと 0. 点何秒の世界でも全然大丈夫です。1回押したらプシュで、ここで今完全に真空状態と同時にガスだけが存在している状態です。空気が一切存在しとらん状態ですね。ここで初めてガスは注入していきます。で、そのガスの注入仕方、これまた調べたらいろいろ出てくるとですけど、自分はねちょっと相半ば挟んでじゃなかですけど、いろんな人のとは見て、まずこれは試しにやってみようかなと思うとが、まず逆さにした状態、逆さにした状態でやると液体だけがいくらしかです。で、それはちょこっとやってすぐ今度元に戻します。で、その時にまずこの赤い方だけは解放します。そして次に元に戻すと同時に青い方も解放はしてみようと思うです。はい、行きました、行き出しました。そしたら元に戻します。そして青い方も開けます。缶がどん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 冷えてきます。で、メーターも動いてます。で、温めるともうほんと手で人肌で温めるだけでも、ガスが、行きやすくなるらしいです。1本目とりあえず、注入完了です。で、次これ外す時の注意点、逆手順でここ締め忘れがないようにしっかり締める。せっかく入れたガスがね逃げていったらいかんせんが、締める。そして外すです。で、これちょっと注意点が、一回針で開けて、そして完全に緩めたら行くとかなと思ったら、どっかのポイントでいかんごとなったりするので、完全に開けすぎてもいかんごとだったけんが、どっか途中のポイントで急にシューって音をして一気に行き出したけんが、やり方としては、まあ一回完全に開けて、針で刺して、そして全部全開緩めて、もう一回戻しながらしとったら、どっかで音のしだすですもんね。そこが、ポイントかなって思いました。次、今からこれ外していきます。2本目、エンジン場かけてから入れていきます。ちょっと途中もう飛ばして、ガス入れて回収して、今車内に入ってきました。エアコンの、まあ、機器としては、ガス、補充する前と、まあ、何ら変わりなく冷えています。で、一つちょっと忘れとったとが、エンジンかけてガスが補充する場合はエアコンオンで風量マックスで温度、一番最低の温度ね、そして窓は全開しとった方が良かごたですね。それだけ、まあ、ちょっと言い忘れとった件が注意点です。今回やってみての感想、シンク引き、そしてエアコンガス注入、シンプルかとばってんが、しっかりとした知識があった方がいいかなと思ったですね。まあ一言で言うと難しいするものじゃないかなと思いました。まあ興味ある人はね、この動画が、まあ、参考になるかわからんですけど、やってみてください。それに、またお会いしましょう。りょうでした。